みんな持ってると思う。暴落が来たら買っておいてほしいクオカード優待銘柄を紹介したいと思います。株式投資実践編。このね、4銘柄は注目しておいてほしいっていう。めっちゃ人気があってめっちゃ人気があります。えー、みんな欲しいと思ってるんだね。はい。えー、でも株価が今高いので、暴落が来るまでちょっと待って。<laughs> っ監視対象というか。か監視対象で。ちょっと見ててっていう、うんはい、銘柄ですね。はい。はい。 まず、8425、水星リースさん。リース会社なんだけど、うんうん、今ね、もう50万近いんだよね、株価が。なんだけど、年間の配当金が16,600、うん、円。3.44%来て、クオ、うん、カード3,000円きます。はいはい。で総合利回りが今は4%ちょっと超えて、うん、1>, 1年以上持つと、うんうん、長期で持つと4,000円のクオカードにレベルアップします。うん、お姉ちゃんさ。 4000円まで行ってもらってたんだけど、うん、株が上がっちゃって、うんうん、売っちゃったのがせっかくそう、長期 <laughs> になったのに、本当に後悔してるんだけど、<laughs> また。決算を見てみましょう。<ー>ちょっとね、16%の減そう、ねね。曇り空なんですけど、うん、でもね、やっぱりね、配当り回りもよく、 で、累進、うん、配当って言ってね、うん、年々配当金は乗せされるんですよ。で、割安度をちょっと見てみましょう。PBR0.87 倍。うんうん、で、1倍以下で、うんうん、OK。 で、per が7.5倍なので、うんうん、15倍よりも低いっていうことでよくて、うん、ただね、信用倍率見てもらうと分かると20倍って結構高いのよね。ね人気がある。あ<ー>だから信用で買ってる人がいると、返済するときに売らなきゃなんないから、うん、それで株価が落ちたりするのね。そう。で、チャートを見てもらうと分かる通り、うん、ここでね、すごい4000円あったりで、窓、うん、が開いてるの分かる そうそうそうだからそこら辺まで落ちてくるんじゃなかろうかと期待しつつ窓が開いてると窓閉めにかかるんだよいつかはここに戻ろうとすると戻ろうとする<ー>だそっか空白地帯って言ってね、うん、あの売り買いしてる人がいないのよね結局だからそこにこう行こうとするっていうなんか働くあるんですよそう,そうこのね窓を閉める4000円くらいで買いたいのよ <laughs> あそこはで <laughs> る 戻ること。<laughs> そうそう。あとでも2割も下がるかなっていう感じなんですけど。確かに。うん。うん、今人気あるからね。ね次もね、リース系なんですよ。うんうん、で、リコーリースさんも結構持ってる方が多いと思うんですけど。<ー>はい。で、43万円ぐらい。年間配当金が1万五千円で3.44%。うん、で、 今買っても3月にもらえるクオカードが2000円。はいはい。で、利回り0.46で、総合利回り3.9。で、じゃあ若干4%切るので、んって思うけど、1年以上経つと、なんと2倍の4000円のクオカードがきます。3年以上だと4.5%。5000円になる。いいね。そうなんですよ。そこまで占いで頑張る。そう。決算見てもらうと、ね。 直近決算が80%の大幅減で、あれーって感じになっちゃってるんですよ。なんですけどで、配当金を見てもらうと、45円から150円まで、うん、なんと3倍以上、うん、10年で上がってるので、ね、そうそうずっと持っとけば、 上がるんじゃなかろうかっていうのでチャートを見てみます。PBR0.63 なので割安なんんだよリリポースさねねまた上がるかも PER は9.3だし15倍以下で割安だよねって今買っても本当はいいんだけれどもチャートを見てもらうとちょっとね下り坂だよね。直近9月20日すっごい高かったけどだいぶ下がってきて。 だからね、本当に市場全体が大暴落来た時が本当チャンスで、こういう株は拾っておきたい。はい,はい。次が鉄板の全国保証さんなんですけど、年間配当金は、 1万7千円、うんで。で、3.44%で、うん、クオカードが今買っても3月には3千円きます。リい,いねー。で、利回り0.61%で総合利回り。今でも4%超えあります。うん、で、1年以上だとなんと5千円もくれるので、または5千円相当のカタログ寄付と。お選べるんだ。そう。<ー>それいいよね。いいよね。うん、でも、クオカード好きなお姉ちゃんはクオカードだと <laughs> 思う。ほんたく。<laughs> 貯金決算の最終利益が18%増と過去最高益を更新連続で。PBR はね、ちょっと高めで1.68倍。で、p r は割安の11.5倍。気アして見てみると、ね、2700円とか3000円とかあるので、本当だそう、ほんと暴落来てほしいってちょっと思うんだけど。ボ落かわいいって。そう、でもお姉ちゃん1個持ってるので、ああ<ー>。上がってってくれてもいいんですっていう感 <laughs> じなんで、すっち <laughs> 右肩上がりなんですよ。当配当が、累進配当で、30、うん、円から170円で5倍以上だよ。5倍以上もなるんだ。ね、配当って。うん、次は日本取引所グループさんなんですけど、はい、株価が今29万円くらいで買えて、うん 配当金は6300円、年間来ます。はい、で、配当利回りが2.17%で、うん、高配当ではないんですけれども、3月にクオ・カードが今買っても1000円来ます。はいはい、で、1年後に2000円来ますってなってるんですが、うん、本当はね、今までだったら3年以上持てば4000円とかってなったんですけど、うん、10月26日の決算発表で、うんうん、2025年3月に この優待を廃止するっていう発表があったんですよ。えす、ー、<ら>そう、もう、それでショックで。でもね、この日本取引所グループさんは、同償がなくならない限り、唯一無二なので、うんうん、で、しかも、SBI 証券と楽天証券、手数料無料にしたことによって、うん、手数料がバンバン入ってくると思うんだよね。うん、あそう成長性はあるし、うんうん、で、最近の決算を見てみると、はい よかったんですよね。うん、うん、すごく。だから、これからもいいんじゃなかろうかと。でもね、PBR とか PER を見てみると、ちょっとね、割高なんですよね。そうだね。そう。PBR も PER も割高でも人気があるよっていうことうん。でもね、信用倍率がすごい低いので1.5とか。うん,うん、うん。そんなに信用で買ってる人は多くないそうだね。うん。から買いが入るた。 かもしれないけど、うんうん、でもね、クオカード優待としては2025年に終わっちゃうよっていうことで、うん、ちょっと残念な結果となってます。はいはい、はい、はい。意外とね、うん、クオカード銘柄は廃止されやすい。<laughs> でもね、その分配当金にね、上乗せされるんだったら文句はないんですけど、うんうん、っていうことで注意をしていただきたいとはいうことです。 今回、うん、この4銘柄を紹介したんですけれども、うん、残念なことに、うんうん、日本取引所グループさんが2025年に優待廃止になってしまうのでクオ・カード優待銘柄としてはおすすめできなくなってしまいました。うんうん はい。でもこの水穂リース、コーリース、全国保証さんは株価が暴落した時にぜひ買ってほしい銘柄だと思いますもしあの定期預金で200万するくらいだったらこれニーサだったらあ非課税だから全部自分来年240万円までの成長投資枠ぶち込んでおきたい <laughs> <と>言い方として、ちょっと、ちょっと、お口<い>でしたけれども。<laughs> はい、はい、わかります。<laughs> はい。<laughs> 以上です。はい、おつまみ。この動画参考になったという方は、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。コメント欄にもメッセージをいただけると、大変嬉しいです。